はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？ババーン、今日いただいたお仕事ですが、軽量で有名なこのグローバルエリートのグラブ、硬式軟式いずれもグローバルエリートさんダブルパームなんですが、その違い、ダブルパームの考察を今日はねしていきたいと思います。入れるところはやりません。それではどうぞ。はい、じゃあまず軟式用です。この黒い方は軟式用ということでお聞きしておりますが、開けたとこですね。で、ちゃーっとね、見させていただいたところ。まずはグリスの状態。まあ、グリス入れなんですけど。何にもなくなってますね。まあ、ただ、救いはですね、この、ピロピロとしてるね、薄い、ここ。一枚側を中に挟んでるんですけど、このグラブの場合は表平ではなくて裏平の方に接着してございます。わかりますか？はい、ということで、まあ、この裏平にくっつけてある、接着してあるダブルパームが剥がれてると、もう一回そこもねくっつけないとダメなんだけど、今日は本当ないね。グリスの方、表にね、表平の方に合わせて入れていくだけで OK でございます。で、こちら軟式なので、あ、こんだけあった。うん、こちら軟式なので、まだ、学童さんが使われるということで、ちょっと、薄めに、入れていきますね。はい、で、まんべんなくしっかりこうね、ペタッとくっつくようにしたいと思います。で、次こちらのね、ライムの方、イエローっていうかライムっていうかね、こちらも開けさせていただいたんですけど、こちらは硬式ということで、これはね、ダブルパームでも、こんな感じ、複雑な切り込みの入った。で、平、ポケットのボールが当たるあたりには、米印、バツ印に、切り込みが入って細かくね。で、他のところ、この穴周りとかも必要なところにスリットを入れて、柔軟にね、ダブルパームが動くように対応してございます。で、このバッテンのところからね、向こう側にグリスも通りますんで、非常に複雑なダブルパーム構造なんですけど、これも幸いね、向こう側のこの表平ではなくて裏平の方に接着してあるんですが、それがね、きっちりついてますんで、わかりますか？うん、ついてますんで、この表側に、こちら硬式なんでね、ちょっとしっかりめにグリスを入れてくれということで入れますけれども、やっていきますね。で、ないことはなかったです、こちらね。ちょっと今掃除しましたけど、ただ、親指付け根から、ポケット手前にかけてが甘いので、ちょっとなくなってるので、この辺中心にね、強化して、で、全体入れていきたいと思いますね。はい、そんな形で進めていきます。はい、今入りました。今日もびっちりカッツカツでございますね。これでちょっと叩きましたけど、ね、大丈夫かと思いますが、レースを戻していきたいと思います。よいしょ。はい、硬式の方入りました。はい、じゃあ今度軟式の方ですね。こちらも今ちょっと叩いたんですけど、どうですか？びっつり、びっつり
入ってますね。はい、じゃあこれもねレースを戻していきたいと思います。よいしょ、軟式の場合ね紐がちょっと薄いから気使うね。よいしょ、はい、オッケーです。はい、どうでしたか。ダブルパームね、各社さん工夫してね、いろいろね、H を結集しているところですが、軟式用と公式用、今日はグローバルエリートさんのね違いをね、検証していきました、考察していきました。どうでしたでしょうか。それでは皆さん、さようなら。